皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の夏期講習歴史第6回目、今回は院政から武士の時代へということで、平安時代の後半から鎌倉時代にかけて、ここを復習していきます。今回は院政鎌倉時代へ朝廷の反乱、院政鎌倉時代へ朝廷の反乱と、この3つの項目を中心に復習します。またこの学習では常にインプットしたらアウトプット、インプットしたものをアウトプット、こういう形で学習を進めていきます。では始めます。10世紀頃から武士団、これが成長していきました。まず地方からそして中央へという形で成長していきました。そしてこの武士団の主なもの2つ、代表的なもの2つ、それが源氏と平氏です。武士団の代表的なものは源氏と平氏ですね。この2つの武士団、これが力をつけていきました。では院政に行きますね。白河天皇、この人は天皇の位を譲って白河上皇になって、そしてまた政治を続けました。でこの白河上皇が行った政治、これを院政と言います。院政というのは天皇が位を譲って上皇になった後、ね、その後で行った政治、これを院政と言います。院政を最初に行ったのは白河上皇ですね。この白河上皇、なんと34年間もこの院政を行ったんですね。で武士団、当時は朝廷の護衛とかね、貴族の護衛、軍隊の役割をしていて、朝廷とか貴族から見たら身分が低いってこう見られていたんですけれど、この武士団は朝廷内の政治の争いとね、権力争い、これを武力で解決してどん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 力をつけていきました。代表的な争いは保元の乱と平治の乱です。この中で特に一番力をつけたその人は平清盛でした。この平清盛は朝廷で最も高い役職である太政大臣になって、武士として初めて政治の実権を握った人です、ね、武士として初めて政治の実権を握った人は平清盛、なんという役職につきましたか、太政大臣、こういうことですね。そしてこの平清盛、中国と貿易を行っていました。当時の中国はそうでしたね。日本の今でいう神戸、ここを拠点にして中国と貿易を行いました。この平清盛、行った貿易を日宋貿易と言います。日宋貿易を行ったのは平清盛、平清盛が中国と行った貿易は日宋貿易と、このように質問したらすぐ答えられるように練習をしていきましょう。そして鎌倉時代へと移るんですけれど、武士の時代へね、移るんですけど、この平清盛の一族、これが朝廷の中の役職を独占しちゃうんですね。そうすると他の貴族とか武士とね、反感を持つ人、よく思わない人たくさん出てきます。そんな中で源氏が兵を起こしてこの平氏を倒そうとするんですね。そして平氏はとうとう1185年壇の浦の戦いで滅んでしまいました。ね、平の一族、これ滅んだんですね。平氏が滅んだ戦いは何ですか、壇の浦の戦い、ね、壇の浦の戦いで滅んだのは平氏と、こういうことです。で鎌倉に拠点を置いていた源頼朝、これは源氏の一番上です、トップですね。この人は1185年に全国に守護と地頭、これを置きました。そして1192年には朝廷から征夷大将軍に任命されています。この源頼朝が開いた幕府、これを鎌倉幕府と言います。鎌倉幕府を開いたのは源頼朝、源頼朝が開いた幕府を鎌倉幕府と、ね、源頼朝が1185年に全国に置いたものは何ですか、守護と地頭で、守護というのは軍隊とか警察の役割をする役所、地頭というのは年貢を取り立てる役所です、ね、これも覚えておいてください。そしてこの当時の将軍と御家人の関係、御家人というのは将軍の家来になった武士のことですけど、この関係をご恩と奉公という言葉で表現します。ご恩と奉公、どういうことかというと、奉公というのは御家人が将軍のために一生懸命働く、将軍のために命を懸けて戦うこと、これを奉公と言います。
これに対して、将軍から土地なんかをもらうこと、これがご恩です、ね、奉公というのは将軍のために働くこと、そして将軍から土地などをもらうこと、これがご恩ということですね。このように土地を仲立ちとしたこの主人と家来の関係、これを封建制度と言います。封建制度というのは土地を仲立ちとした、主人と家来の関係、こういうことですね。で、この頼朝が死んだ後ですね、実は北条氏、これは頼朝の奥さんが北条政子と言ったんですけど、この北条政子の一族、この北条氏が執権として政治を行いました。この政治を執権政治と言います。執権というのは、将軍の補佐をする役職のことです。将軍の補佐なんですけど、将軍の補佐じゃなくて自分たちが政治を行っちゃったんですね。誰かやったの？北条氏が行ったんですね。北条氏が行った政治を何て言いますか？執権政治と、こういうことです。そんな中、源頼朝の直系の子孫は実は3代で滅んでしまいます。で、頼朝、頼家、実朝と、ここで血が途絶えちゃうんですね。で、ここぞとばかりに朝廷に権力を取り戻そうと考えた人がいました。それが後鳥羽上皇です。後鳥羽上皇は鎌倉幕府を倒そうと反乱を起こしました。この反乱のことを承久の乱と言います。承久の乱を起こした人は後鳥羽上皇。後鳥羽上皇が起こした反乱を何て言いますか？承久の乱と、こういうことですね。で、この承久の乱の後、朝廷を監視するために京都に置かれた役所がありました。それが六原丹大という役所です。六原丹大は何のために京都に置かれましたか？朝廷を監視するため、ね、朝廷を監視するために京都に置かれた役所なんですが、六原丹大、こういうことですね。で、この六原丹大の初代の長官ってこの北条泰時という人だったんですね。この北条泰時という人は、執権になるんですけど、執権になった時、この泰時は裁判を公平に行う基準として御成敗式目という法律を作りました。御成敗式目を作った人は誰ですか？北条泰時。北条泰時が作った法律は御成敗式目、何のために作りましたか？裁判を公平に行うための基準として作ったと、こんなふうに答えていけばいいわけです。ではもう一度上から、復習していきましょう。武士団で代表的なものが2つありました。なんと何ですか？源氏と平氏ですね。で、白河天皇が、位を譲って上皇になって行った政治を何て言いますか？院政。院政とは何ですか？天皇が位を譲って上皇になって行う政治のこと。最初に院政を行ったのは白河上皇。こうなりますね。で、武士として初めて政治の実権を握った人は誰ですか？平清盛。平清盛は何という役職につきましたか？大長大臣。平清盛が中国と行った貿易を何て言いますか？日宋貿易。日宋貿易を行ったのは平清盛と、ね、その平氏、平清盛の一族が滅んだ戦いは何ですか？壇の浦の戦い、ね、全国に源頼朝が置いたものは何ですか？守護の地頭。守護って何ですか？軍隊とか警察の役割をする役所と。守護、地頭は何ですか？地頭というのは年貢を取り立てる役所と。で、1192年、源頼朝は何という役職になりましたか？征夷大将軍と。源頼朝が開いた幕府を何て言いますか？鎌倉幕府。鎌倉幕府を開いたのは誰ですか？源頼朝と。当時の将軍と御家人の関係を何て言いますか？御恩と奉公。御恩と奉公って何ですか？奉公というのは御家人が将軍のために命を懸けて戦うこと、働くこと。御恩は何ですか？御恩はこの働きで土地や何かをもらうこと、褒美のことですね。褒美のこと。このように、土地を仲立ちとした主人と家来の関係を何て言いますか？封建制度と。北条氏が行った政治を何て言いますか？執権政治。執権政治を行ったのは誰ですか？北条氏と。後鳥羽上皇が鎌倉幕府を倒すために起こした反乱は何ですか？承久の乱。承久の乱を起こした人物は誰ですか？後鳥羽上皇と。この承久の乱の後、京都に置かれた役所は何ですか？六原丹大。
六原さんで今何のために行いましたかと、朝廷を監視するためと。北条泰時が作った、法律は何ですか。御成敗式目、御成敗式目を作った人は誰ですか。北条泰時、何のために作りましたか。裁判を公平に行うため、ね、こういうことですね。皆さんもこのように覚えたことをまた自分で問題として出してさらにそれに答えるという練習何度もしてください。スムーズに出るようになってきた、そうなればもうその内容を身についているということですね。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。この動画が役に立ったという人はどうぞチャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。さようなら。